こんにちは、トシです。今日の一日一ポーズヨガはブーブスコブラのポーズ。それでは、準備のポーズをして今日のポーズに入っていきましょう。それでは、体を横に倒します。では反対いきます。ではもう一回。では次は体をひねっていきます。ここは無理に大きく動かさずに体を温めるつもりで体を動かしていきましょう。では最後に手を上げます。では手を合わせて上を向きます。ではもう一回いきます。では、コブラのポーズをやっていきましょう。ではコブラのポーズは最初にうつ伏せになります。で、今度はうつ伏せの状態から脇を締めて両肘を立てます。で、そこから息を吸いながら体を起こしていきます。で、今度は吐きながら斜め上を見るような感じで首を伸ばしていきます。では戻ります。腰の悪い人はきついと思うので、上げる角度をこのぐらいとかにしてもいいと思います。ではもう一回いきます。吸いながら起こしていって、吐きながら首を伸ばすように斜め上を見ます。では戻ります。では次回は少しレベルアップしていきます。片足開脚前屈のポーズにいきます。それではバイ。